読売新聞澤さんがさ「うん、大丈夫だ行こう」って言ったら「あ大丈夫なんだ」ってなるほどうだよねそう,そういうもんなんですねこれまでアメリカとやってきて、うん、あれもしかしたらいけるんじゃねえかみたいなのはやってる選手たちの中ではどうなのあったの サッカー元日本代表のでですす読売新聞記者の川島健二ですこの番組はサッカーを愛する2人がゲストを招いて普段は聞けないサッカーの世界の裏側をお届けするポッドキャスト番組です今回は日テレ東京ヴェルディベレーザに所属する女子サッカー元日本代表の岩清水梓選手と2011年の女子ワールドカップ優勝をテーマにお話ししていきますピッチサイド 日本サッカーここだけの話。サポーテッドバイみずほフィナンシャルグループ。さて、今回のゲストをご紹介します。 日テレ東京ヴェルディベレーザ所属で女子サッカー元日本代表の岩清水選手ですすすよろしししくおお願願いいままさあこのポッドキャスト前回のエピソードではパリオリンピックでのなでしこ振り返りについてですねお話ししていますのでこちらもぜひお聞きくださいでは早速お話伺っていきましょうはい、えー、岩清水選手は2006年に19歳の時ですか、えー、なでしこジャパン初選出で。 それ以降11年のドイツでのワールドカップで優勝、翌年のロンドンゴールデングは銀メダルで、15年のカナダ大会ワールドカップでは準優勝を経験されていて、なでしこでは歴代8位の122試合に出場されているというまあレジェンドプレイヤーなんですけれども、岩清水さんにとって改めて、なでしこジャパンとはどんな存在なんでしょうか。 えっとまあ、みんなそうですけどやっぱサッカー選手である以上は目標の場所ではありますし、はいうん、あそこになでしこジャパンになりたいっていう子どもたちもたくさん今、増えている中、うんうん、サッカーをやる上では目標ととする場所だと思ってます、うん、まだ現役ですけどこの改めて結果を受けてできすぎなのかもっとできたのかどういうふうに捉えてます その時代にサッカーやらせていただいいてありがとうございますって感じたまたほんといや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 本当ににんか自分がさその年代でさじゃあ223 22、うん、歳、まあ、自分もその、まあ、少し経験も積み、うん、まあでもまあ一人若めではあったけど、うん、自分のその体が動くっていう時期にこんなにこう素晴らしい大会をそれこそ澤さんとやってるんですよ、うんえー、<laughs> っていうね、うん、なんか今までの,その象徴の方と一緒に大会出て。うん やれたっていうのは、うん、いや <laughs> まあ僕ら男子からするともう輝かしい成績なんですけどしかもその中でタイトルも取るけどやっぱ122試合に出るっていうこの A キャップで100を超えるってもうなかなかいないじゃないですか。うん、やっぱそれだけ出るにあって力があっても怪我するだとかいろんな体調面含めていろんなものを。 自分の中でこう準備しなきゃいけない数字だと思うんですけど、うん、この改めて122試合出た中で、どの試合一番自分の中でこう思い出があるというか残ってるってありますいややっぱデビュー覚えてるよ。19の、うん、その、呼ばれて、うん、出ると思ってなかったの、ベンチだったんだけど、はんはん出ると思ってなかった。うん けどそのでて試合行くじゃないでですすかかベン座っる何気にウォーミングアップしてたら呼ばれた時、うん、出るの <laughs> <laughs>、うん、出るのっていう時は、うん、やっぱ覚えてるし、うん、たまたまなんかね自分のおじいちゃんとかも見に来てた試合でわざわざ遠くから岩手<ー>なんだけど、うん、おじいちゃんわざわざ見に来た試合でなんか登場できたのが、うん、すごい自分今でも覚えてるのは。 スタートねその時のこう緊張感とか楽しめた記憶としてはどう、うん、覚えてます全然楽しめない、うん、<laughs> もう本当にまずその自分が出たことによってなんかこう迷惑かけたくないしミスしたくないしそうそうそううなんとかこの時間を乗り切りたいっていうド、うん、ドキドキ感しか <laughs> そこからどうですかこう試合重ねるにつれてようやく自分の力が出せるとか楽しめれるようになったっていうのは それかららどんぐらい経ちましたで、若い頃はその隣にキャプテンがいたんですよ、うん、センターバックの、はい、でこんなポンコツな若手が入って、うん、で、何、まあ、とかいろいろ教えてもらって、うん、ラインコントロールとかも教えてもらって、うん、めっちゃ大変だったんですけど、うん、でもやっぱそこに支柱がいてくれたからすっごい自由にプレーしてたの。うんは もうやりたいいじゃなけど自分が体重に強いですヘディング強いですって言ったらもうそれ全面に出せたし怖いもの知らずだったから多分その時は本当に無双状態というかじゃあ横にいるパートナーってやっぱ大事そうだからその時はすごい自由にやってたしなんかこう自分のプレー出してたっていうかあったんですけどそれこそ北京オリンピック4位の後にそのキャプテンが引退とかされて。 わ自分がディフェンスラインのそれになんなきゃいけないんだなって思った時から、うん、なんかこうちょっと自分がやんなきゃっていう気持ちも増えて<ー>その立ち位置がやっぱ変わって。はい で自分が統率してたけど、うん、まあ隣にやっぱ金賀さんとかってその先輩もいてくれたから、うんうん、いざっていう時はやっぱ頼りになるし、うん、それ以外はやっぱその自分の,その性格もありますけど、うん、なんかこう職人気質というかなんかこう周りを束ねることが好きで指示、うんうん、出すのも好きでみたいなのをやってて、うん、でも責任感も,あもう持たなきゃいけないポジションにもなったし、うん、っていうのはすごい、えー、大変だったけど。うん 楽しかった自分に向いた性格に向いてたなるほどねだからなんかやりがいがすごいあったまあその中でね、いろんな経験をしてきた中で川島さんやっぱり2011年ですよねそうですねあのワールドカップの中でもやっぱり決勝はまあ日本の方ならあの頃覚えていらっしゃる誰でも記憶に残ってると思うんですけど決勝はアメリカと対戦して延長戦 PK となっていくわけですけども あの時のアメリカっていうとワンバックとかそれからモーガンとかまあ強力なフォワードが圧力かけてくるというで攻めるアメリカしのぐ日本という構図だったんですけどこのワールドカップ決勝っていうのはどんな思いで戦っていらしたんでしょうか決勝まで行けたじゃないですかでも楽しもうよっていうさテンションでみんなで入っていったわけですよ。早々かから大ピンチばっり 楽しむももうすぐ捨ててなんとかこの猛攻しのがないとっていうことしか考えてなかったし今見返すとね運よく入ってないのがいっぱいあった入ってもおかしくないようなシュートとかもあったしよくこれ入んなかったでっていうのもたくさん本当にあったのただ本当に運よく入んなかったくてでね 前半なんとかゼロゼロで帰ってこようっていうのが合言葉だったの。ああそうなんだ。何でもいいみたいな。何でもいいからもう前半ゼロゼロっていうのはまず試合を戦う上での合言葉でだからアメリカもねなんかねそんなに前前線プレッシャーが激しかったわけじゃなくて日本がボール持つとちょっと引いてたの。持たせてくれたのうだからえ持たせてくれるんだったら持つよって話ででで中それこそ中でボール持とうっていう話になったの。ううんん 相手に渡しちゃっったらさ、うん、すっげえ猛攻が来るわけだからその「猛攻しのぎます自分らのボールになります、うん、えちょっと回そう回そう」って言って、うん、後ろでだいぶねなんか時間稼ぎしたり時間は作れたんだこれまでアメリカとやってきて、うん、あれもしかしたらいけるんじゃねえかみたいなのはやってる選手たちの中ではどうなのあったの, <laughs> あの皆さんの話を聞きたいぐらいなんだけど、うん、私はもう。 謎というかもう猛攻しのぐしか考えてないからこの試合どうなるんだろうかっていうことは未来は考えてないもうとにかく目の前の起きてることをなんとかやんなきゃいけないこの試合がどうなるかなんていうのを考えてなくて本当にこのこのシーンこのシーンってもうその時の観客とかも関係ないし持ってる人とこの自分のマッチアップがどうなるかとかそういうことしか見てないからその場その場をしのぐのね精一杯ってことですか これなんかあのどっこでも言われてると思うんですけど、ワンバックとかモーガンってどれだけすごいの？えマキのさ身長いくつ？百八十二。一緒ね。一緒なんだね。ワンバックもそうね。俳優も多分そのぐらいあると思う。そう。むしろ二十センチも違うの。そうです。まず二十センチ違う。ボールが見えない。もう見よそうもうだから背負われたら終わりね。もうもう一人に来てもらうしか。うんうんうん。であともクロスの対応とかも。 ラインンコトロールかかよりは当時もうね触るもう触れる位置にもうずっと邪魔できる位置それがたとえキーパーの前までずるずるいっちゃったとしてももう触る絶対離さないこれだってやってる肌感と指示を出す分析含めた監督からの指示はどうだったの合致してるのそこねま 今ほどやっぱラインコントロールの洗礼って整え方そこまでそんなあったからクロスの対応はうちらはまずやらせたくないが先だったからラインを整えるよりかやっぱ触るが優先だっただってでかすぎんだもんそうだよね触れない位置にいるとやっぱ怖い怖い怖い高校とか背中とか絶対起きたくないしだからまあもうちょっとラインも前に。 深い位置にいたとしても自分からも取りにいく待つじゃな待つとやらられるかそこら辺の守りの中で監督からもっとこうしてくれよいやいやそうだったら守れないよみたいなそういうディスカッション含めてそういうのあったのかなクロスの対応はね基本やっぱ触るはね言われてたそこから落とし込まれてはいたけどそこは別にね食い違いはなかっただからノリさんになってから新しく入った戦術っていうのがその。 盾を切ってさ、うん、中にいさせるっていう戦術を聞いたのがで、そこの澤さんの、やっぱ、この嗅覚で、奪い切るみたいな。のが入った時の最初ね、うんうん、当時、ねうんうん、は。やっぱ、そのす、ね、り合わせすっげえ大変だった。ああ、でも、そういうすり合わせの時間含めて、そういうのがあったからね<う>、うん、めっちゃ、それはもう、じゃ、無理だよって言いながら、のもう、うん、もうのりさん、もう、いいから、やれみたいな。まあ、そうだよね。ねで、それは、なんとか、うん、その、なんか。 えって言いながらやってったら東アジア初めて優勝したりとか選手権優勝したりとかえ,、うん、え合ってるみたいなできるじゃんみたいなそういうふうなやっぱ結果がこうちらほらきき、ね、スミックさをできてきて、うん、あのチームになったから、うん、まあいろんなやっぱりお互いの,その言われるすり合わせっていうか、うん、えとねチームメイト同士もそうだし、うん、監督からの要求とこっちの「いや」みたいなのも,、うん、もあった。 そううい自発的に自分たちはそういうのができるチームだったのね多分そうですね。今のリさんというのは佐々木り雄現女子委員長ですね当時の代表監督さんですけどのあえてこう中へ入らせるっていうのは普通のサッカーの僕ら素人の習うセオリーとは外へ追い出せじゃないですか普いは。なかったありましたありました。あっったんですけどそれをやることによて 結構いいことが多くて、オープンにさ持たれるとさディフェンスラインって裏端この縦流しでさディフェンスライン下がっちゃうけどこれ縦切ってくれたら、中ででしょ。ラインキープきるじゃん。やってみてあこれいいなみたいな私もこれいいなと思ったはなのこの縦ないとだいぶラインこう人にいけるというかそう。 大変だったのはこのサイドハーフだと思う最初のそのプレッシャーその「縦切りましょう」って言い始めた時の「縦切りましょう」の最初の人が一回っゃなって締めてるじゃんどのタイミングでどう出てくのみたいなのとかじゃあドリブルされたらどうなのみたいなそうですよね。とかをやってるのがすごい大変だったのが深山とかそう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 あへんがそう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 そ してたと思います。まあでもそういう話は大事だよね。んう,うんできないよとかこれがいいって擦り合わせていくのはやっぱ大事だと思います、ね。うん,うんこれワンバックとかモーガンとやってる中でやっぱイワシがこれまで対戦してきた中でやっぱ一番すごい。<laughs> そうねこのツートップなのよ結局。うん、他の各国にもたくさんいるよ。うん、たくさんいるし、うん、すっげえなって人もいましたけど。うん ね、そこのツートップはね、うん、なんか鉄板すぎた鉄板というか<ー>まあワンパックがやっぱすごいのと全部がね、うん、シュートもうまいし、うん、でやっぱ大きさもあるし速さもあるし、うんうん、夢なんて大きくていい夢なんて青臭くていい無謀と言われたっていい高い壁に立ち向かう姿は勇気をくれる 共に青い夢を共に挑む共に実るみずほはサッカー日本代表と挑戦する全ての人を応援していますだってこのそうは言ってもねイワもこの試合でさ、うん、レッドカードでしょ <laughs> いやこれ、ね、人生最初<う>、うん、で,で最後初め,て初,めて初めてでしょうすごいさフェアに ボール奪って戦うっていうところをやっぱりこう、岩の見ててすごいなって思うところでもあるけど、このレッドカード、うん、提示された時の、よく見るでしょ仲間がレッドカード出される。自分の前に突きつけられた決勝で、うん、どういう風に思うのこれは。え <laughs>、うちさ、これ、瞬間は、うん、いつも通りの奪い方すぎて。はいはい 別になでもい普通のプレーだと思ってただからなった瞬間何と思ったファール打ってそうそうファールでもないんじゃないか私こうやって右でドリブルに対して右足出してだから背中向けたんですよで右の膝の裏で取ろうとしたの相手のドリブルをで見返したらちょっとこうかわしにいってるみたいなのありましたけど右だからここの膝の裏にボールがあるはずだったの予定だったのだから何って最初思って笛なった瞬間 って思ったらめっちゃ審判走ってくるじゃん。でめっちゃ倒れてるじゃんもうがみたいなって感じででレッドカードってなるじゃんうみたいな予定通りだったからけどさ審判ってさもう出たカードさ絶対下げないじゃん変えないねだからそれはさもう分かりきってるから冷静だねだってさそれから変えなくないだってもちろん。すげえ自慢げん出すんだよ。 出して絶対避けないだろうと思ってるしもうだからそれに従うしかないなと思ってうわ赤かって思って出てったいや今ならね VAR があるもしかして変わってしまうあるけど私 VAR でサッカーやったことないんでねああそうそうそう大変だよあれ大変でしょ 大変だよなんかゴール取っても、時間経ってゴールって言われても、いや、嬉しいけど、なんかちょっと違ったなとかね。なんかさ、その爆発みたいじゃん。結局、喜びとかさそうだよね。で、ミスジャッジもミスジャッジじゃん。って俺はもう思うんだけど。あの延長後半がですね、延長前半にアメリカが1点取って、延長後半に追いついて、その後もう残り何分かっていうところですよね。そね。そんで。はい。 退場した後<う>退場したことなかったからピッチ見れると思ってたのよだから<う>ベンチには入れないけど<う>なんかちょっと横で見れんのかなと思ったら「<う>えピッチ見ないでください」って言われてそりゃそうでしょうそうなの <laughs> 知らなくて<う>客席とかさよくあん<う>かんてたけどどっかで 見守れんのかなとえっと思って私が与えたさフリーキックだったじゃんすげえゴールまでこれだけは見せてっつってそれだけ階段とっから入んないでって願って入んなかったっていうのを見届けてあとその中のね廊下でね座ってみてたのこんなちっちゃいの本当にカメラマンさんがさモニターチェックするぐらいのモニターで。 音は生でしょ。うん、音は生なのに、見てる映像。遅れてんのすご。いや、遅れちゃいない、かった。もう、ちっちゃいのさ。見ててさ。えー、見たら、皆さんが見てた映像を見てたの。あ、そうなんだ。音は臨場感あるのにね。それは退場して、後残り何分ぐらいあったのかな、ゲームで。もう一、二分ぐらいやった。三、三分,分,分ね、うん。だから、みずほがさ、センターバックやってて、カメラとか見て。うんうんうん いやマジだ頼むって頼むって見て泣きながら見てた <laughs> でもさそういう退場もあったりとかでやっぱり澤さんのゴールじゃないですかすごくない何回も多分見たと思うけど何回も見たしさいろんな人にさ話聞くけどさ、うん、全国の少年少女が真似したらしいじゃんあれ えあのえあのアウトサイドのあれでうちさたまにさ美容院とか行くじゃんその男の子とかがさ見てましたよみたいななるじゃん俺小学生の時にめっちゃ真似してたんですよいや真似なんてできないよね絶対入んないっすあれってそ今振り返ればそれこそだってコーナーキック中入る人キッカーターゲット含めていろんなのがある中であの練習ってあれ狙い通りだったのかなでもねうちねミャマのまずキッカがす すごいのよ本当にいいのよ左のコーナーキックですよねあれ本当にあの人の救出この先ない合わせる人からしたらもうめちゃめちゃわかるよねスペシャルスピードも回転もマジ気持ちいいからヘッしやすいんだねで後から聞いたらさ打ち合わせしてたんでしょそう。さあさんとあっちはうちさファー担当だったからうちと先が 逆にファーニー、ボール来ないでくれって思ってたの。じゃ、体育時間長いと、勝てるか勝てないか、勝てない方。確率的には高いから、ニアでスラして、当たったやつこぼれも。はいはいはい。だから、ニア行けって思ったら、本当、いったいった行ったみたいな。で、それ、詰めるの、待ってたの。あ、そう。え、普段の練習から、あれがデザインされてるわけではなくて。だから、綾が決めてるから。中は、こっちは番号決めて、入るけど。見て、だいた大体綾が、判断してるから。 それに合わせるだけ打ち合わせそんなしシない。もうすっごいよね。本当もう何ミリ何センチとかの世界でしょ。しかもワンタッチでちょっとアウト気味に蹴ってますけど、あれちょろっとアメリカの選手に当たってんでしょ、ね。そうそうん。その後ワンバック当たって入る。そうなんですよね。うん、だからあれもまた。 いやあれ当たんなかったらね何も起きなかった可能性もあるしっていうのを考えるといろいろすごい瞬間だったと思うだからそのまあゴールはもちろんだけども前半からしのいだディフェンダー陣もそうだけどもいろんな運含めてやっぱあの試合は自分たちにちょっとこう寄っててきる感じがあったのかなあのねでもさ後半にさ先制されたじゃんモルガンにされてでアメリカ相手に追いついたことあったっけ なるほどその一点がショックすぎてやっぱりディがロシアにしっねこんなに守ってたのにやっぱ先に取りたかったので何とかしのいでっていうゲームを考えたところ入れられた「アメリカ相手に追いついたことあったっけ?」っていうすっげえショックになったんだけどでもさ震災のあとっていうのもありましたけどやっぱ諦めちゃいけないだろっていうのはなんかね今まで以上にあった。 今は別に諦めるとかそんなもんないけど、うん、なんかそれ以上にやっぱなんか日の丸見たりとかしてさ「うん、うわーそうだよな」みたいな、うん、なんかここで諦めちゃダメだよなみたいなのもあったんだけど澤う、うん、さんとかもめっちゃ「おいええいえよみたいな、うん、超大きい声で言ってくれて、うん、愕然としてたうちらがすぐ顔上げれたっていうのは、うん、そのピッチの中では感じたかな。うん その岩手県出身だからこそっていう思いだとか、うん、震災のあとっていうのでやっぱり自分たちがやらなきゃいけない、うん、見せなきゃいけないっていうのはやっぱり大会通して日本にそのいいニュース映画を届けようっていう話はやっぱ大会通して日本へのメッセージっていうのは考えて戦ってたからそういったこう元気な姿をさ見せようよっていうのはまあサブタイトルじゃないですけど、うんうん、そういうのもあったし。うん 切り替え早かったですねあの試合に関しては行こうよみたいなそういう意味でやっぱこう澤さんの存在とかそういう発言っておっきかったですかだって澤さんがさ「大丈夫だ行こうよ」って言ったら「あ大丈夫なんだ」ってなるよそうだよねそういうもんなんですね澤さんの「大丈夫」は魔法ですからねでうちもう毎回だけどキックオフ前とかさちょっとそわそわするんじゃないすちょっと澤さん握手してっうなんかもう特別なのかなやっぱりうん なんすかね、仏様みたいな。いやでもそういう感覚っすよね。そしたらもうもらえんのよ。え大丈夫。で大丈夫って言ってくれたらさ、存在ね。大丈夫なんだってなるじゃん。そう。その人とやっぱ一緒にサッカーできたのはもう財産すぎる。うわ。うん。俺らで言ったらやっぱカズさんみたいな感じだわ。そだってカズさんにさ、お前は大丈夫だよって言われたらさ、大丈夫じゃん。大丈夫だ。よ 俺でも公開に大丈夫って言ったら牧野君の大丈夫は信用ならんっ <laughs> 本当。け <laughs> ない<や> <laughs> マジで安売りすぎなんじゃ <laughs> すごいね澤さんはやっぱりねいやめっちゃウケる澤、はい、さんとは違うわな全然違うね <laughs> 今その代表でね、うん、2011年の時は本当に大震災の3ヶ月4ヶ月ぐらい後ということではい、はい 特別な思いで望まれたという話でしたけどもあの代表で東北魂という書かれたキャプテンマークを巻かれていたことがえありますけどもそういう気持ちというのはいつもその岩手県出身の岩清水さんとしてはお持ちだったという感じですね。そうですね。うん、東日本大震災の後はなんかそれこそえマキノもだっけ？うん、あとねうっちとかさうん、うん、みんなさそのメッセージをさうん、うん、発信してたじゃん。やったやった。そうそうそう。うん、そのさそれをさやっぱうちもさ いわ岩手出身者だけど、うん、見る側としてはすごいさなんかこう感謝というかすごいな,なんかメッセージ性やっぱ強いなっていうのを感じててでそう,うちもこの大会戦ってる途中にねなんかあそういうの発信がする側かっていうのはなんとなく気づいてうん、うんうん、それまではそんな意識されてなかったです自分の方が発信するというのは。岩手出身としてその応援しててて応援もららってたからやっぱそこにこにう,うん、うん なんんか感謝を伝えるるはあるんだけど、うん、そういったメッセージを書くっていうことまで分かんなくて、うん、それはやっぱその真似させてもらったところはあるんだけど、うん、だからそのえー、っとね決勝前かな決勝前ぐらいに父親がね日本からこうあドイツに決勝見に来るって言うから、うんうん、あじゃあさ日の丸のさ戦ってきてよって言って、うん、でそれで一応その,そのメッセージをさあ もし出せるか分かんないけど、うん、なんかそのタイミングでそのメッセージ届けたいなっていうのを思いあって買ってきてよっつって、うん、で自分でそう考えて書いて、うん、いやまさか優勝してあれをそう、ね、そう届けられるとは思ってなかったけど。うんうん、でもその発信 する側の人間としては言葉選びもめっちゃ、ね、<laughs> 大変だったけども、ねうん、でもやっぱ書いてよかったし、うんうん、なんかみんなもすごい喜んでもらったからいやみんな勇気もらってるしねだからやってよかったなと思いますし、うんうん、その後のね「そのトーク魂し」って書いたのはね、うん、なんかねアメリカかなんかでの大会の時ちょうど3.11<う>何年か後かの3.11の時の試合があったの。 そ <laughs> の時にたまたまその時当番制っていうか一、うん、試合ずつキャプテンが違った、うん、あの大会があってね、うん、のりさんもまあちょっと息長いじゃないですけど、うん三点一審の時に私に任せてくれて、そうそうそう、うん、でその時にメッセージを届けたいなと思って、うんうん、やらせてもらったりとか、素敵だね。トーク魂ってこれみんなやってた。 これは誰かがんか決めたワードなのあれだからさんが発起人で彼も岩手県でそう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 そめたうそ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 いそうそうそうそのそう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 うそ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 う そうなんだ。そうしました。いや、もう、たくさんの方がね、これ、勇気もらったと思いますよ。うん、アスリートのね、やっぱプレー見てね。うん、なんか、ありがたいですね。さあ、ということで、お時間となってしまいました。次回はですね、岩清水選手の考えるディフェンダー論、とウィーリーグをテーマにお話ししていきたいと思います。<laughs> 岩清水選手、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。 ピッチサイド日本サッカーここだけの話サポーテッドバイミズホフィナンシャルグループは毎週火曜日にニューエピソードが配信されます読売新聞オンラインのほかアップルポッドキャス s s p o t i f y アマゾンミュージックなど主要なリスニングサービスにてお聴きいただけます是非フォローボタンからフォローをお願いしますリクエストやご質問はポッドキャスト概要欄にあるメッセージフォームから是非送ってください ご感想は X でハッシュタグピッチサイドをつけてポストしてくださいピッチサイドはカタカナですご質問ご感想お待ちしておりますまた読売新聞ポッドキャスト公式 X では収録の様子を撮影した画像や番組情報をポストしておりますポッドキャスト概要欄からフォローしてチェックしてくださいここまでのお相手はサッカー元日本代表の牧野智明と読売新聞記者の川島健二でした 夢なんて大きくてていい夢なんて青臭くていい無謀と言われたっていい高い壁に立ち向かう姿は勇気をくれる共に青い夢を共に挑む共に実るみずほはサッカー日本代表と挑戦する全ての人を応援しています